やってよかった。よかったね。長生きしてよかった。本当に、ね、長生きしてよかったよ。よかったね。どうしたらよくわかりませんけど、とにかく今日は60年代、70年代の基礎知識を学んじゃおうね。やだ、やりとりですね。あ、ほら。上がってます。なんだあれは何なの？もうね、とにかく皆さんもね、もう今日はイレブンでタイムトリップしてください。なんだろう、なんだろうな。なんでしょう。してるというかね、未だに好きな人っても結構いるんじゃないですかね。いるんです、実はですね、うん、今日はあの当時から一貫して、うん、そのファッション、うん、ね、ベルボトムファッションで、うん、来たというですね、うん、あのフォークソングの生き証人という方をお招きしております。あら、その人は楽しみ。早速ご紹介しましょう。ほら、ピースピースそれじゃあ最近の僕の新曲聞いてください。ジローの歌。ジロー、ジロー、あー、ジロー、京畜棟の花が好きだった。名字もジロー。京畜棟。新しいロンドンブーツ買いました。上がってます。ピース。おっ。どこまで続くかなと思いましたけど、なかなかシンプルにまとめていただきましたですけどね。中津川さんです。中津川さんですか。はい、中津川さん。曲作り始めてもどのくらい。そうですね。もう30年近くなりますね。30年近くなります。やっぱ年季キャリア感じましたですね。もちろんですね。やっぱ曲でこういう曲作りして、その自分の作品で訴えたいものっていうと、どういうものを訴えたいですか。そうですね。人間のちょっとした心の優しさとでも言いますか、なんていうのかな、体の一部分で言うなら、人間のくるぶしっていう感じです。これどういうことですか、タスクさん。分かりやすいって言っていただくと、なかなか分かりにくいんですけど、まあ大雑把に言うとピースとかそういう意味だと思います。そういう意味なんですか、なるほどね。まあ今中津川さんはライバルなんていうのいらっしゃるんでしょうかね。いません。ああ、そうですか、うん、誰もいませんね。あ昔はやはりライバルっては相当いたはずですよね。そうですね、高田渉とかやっぱりライバルです。香川とかね、やっぱりこう、はい、今も一線で活躍している中津川さんがこの元気な源といいますかですね。そうですね、それはどこら辺にあるんでしょう、ご自分で解釈すると。そうです ね、やはり相変わらず武蔵野の方でライブ活動を続けてるってことですかね。地道な、だいたいお客さん何人ぐらい、はい、そうですね、だいたい300人ぐらい未だに来ますよ。みんなやっぱりパンタロン履いてね、ロンドンブーツ履いて、下駄履きとかね。声援の言葉ってのはどういう言葉が多いですか、手紙とか。そうですね、だいたいみんなピースとかそういうことが多いですけどね。あとやっぱり僕の気持ちを分かってくれる人たちは最後にくるぶしってなんかまとめてくる感じがしますね。なるほどね、うん、くるぶしがキーワードになってるわけですか。まあ、ちょっとそうですね、うん、70年代前半の頃のね、多分彼の心の中にそういうなんかくるぶしというのが深く染み込んでる。髪の毛がちょっとついてやりたいような感じはしないでもないですけど、ね。ちょっとその言い方は失敬だな。結構問題意識も失敬ですね。ちょっと失敬だな。あ、すいませんでした。納得いかないな、ちょっと。はい、ということで、あと納得いかないな。いや、すいません、時代は思ってでもいいんだ、私は。あ、そうですか。ということで、中津川、中津川ジャンボリー君でございました。納得いかないな。すいません、ありがとうございました。納得いかないよ、ちょっと納得いかないよ。許してください。おいおい。ください。あら、ドリフターズ？え、違う。
すぐ怒る打倒ジャワスピード強さ志村けんは野球とバックで仲間と岡さん死んだ。バンドで曲女かと思ったんだけどドリフターっていう曲なんですよ、聴いていただいた通り、ね、大丈夫なんでしょうか、ね、すごい怖さでしたけど ね、いやでもあの年代って多分同じぐらいの年代じゃないかと思うんですけど、ドリフターズの逆襲がありそうな感じがしますドリフターズのギャグで育つみたいなところありましたからね、それは本当ありますね、はい、そしてこちら、あの今の筋肉少女隊の、コンサートでございますけれども、なんかボーカルの大月健二君の大学留年決定ギグというかわいいギグですね、日比谷野音で、4月23日、はあ、100円ですか、100円、料金も安いですね、すごいでございます ね、しかしあれですね、あのタスクさんずっとこうやって見てくると、はい、60年代70年代ってビッグなタレントさんが目白押しという感じがしますね、いやもう目白押しですよ、ね、それは、ね、うん、中でもね、一人忘れちゃいけない人をね今日呼んであるんです、あどなたですか、加山雄三さん、ちょっと拍手でお迎えください、加山雄三さん、あららら、そうだ幸せ見つけたら、いや参ったいや参ったな、しかし小山さんね、もう常にこう明るい歌というのが多いですけども、ね、やっぱり夏の男ですから ねいや参ったな小山さん、やっぱ歌でのメッセージなんていうのはどういうことになるんですか、そうですね、やっぱり海と恋と女性ですかね、はあ、なんかいい匂いがする、そうですね、いい香りしますね、何の使いですか、え何ですか、いやいい香りがします、爽やかな香りします、あそうですね、やっぱり夏の香りじゃないですかね、海の香りっていうのかなあ暇な時は最近は加山雄三さんどんなことなさって、そうですね、やっぱり夏はやっぱり泳いで冬は好きですかね、あやっぱスポーツは欠かせないわけですね、欠かせないですね、あ、うん、大好きですから、どうですか加山雄三さん身近で、いや、この季節にめちゃめちゃ日焼けしてますよねいや参ったな、タスクにはかなねえななるほどね、は今どうなんですか、あのこの近々のご予定なんていうと、そうですね、やっぱりまたでかいクルーザーを買いましてですね、世界横断でもしようじゃないかと思ってますね、いや翼が飛んじゃったいや参ったよくわかりませんけどね、明るいですね、でとにかく暗さというものは微塵もないですね、全くありませんね、夏の男ですから、ツーショットになるとなんて着てるものが違うんだろうって思いましたけど、びっくりしましたよね、でも僕いきなり出てきたって加山雄三さんがグエン・カオキさんかと思いましたどうもありがとうございました、いやどうもありがとうございました、それは納得いかないなちょっと表で解決しようか、いやいやどうもありがとうございました、いや納得いかないないや参っちゃったな、それじゃあ最後に1曲歌います、さなえちゃん
ご一緒に。ワンツースリーオー。大学ノートの裏表紙にさなえちゃんを書いたの。一日中かかって一生懸命書いたの。でも鉛筆で書いたからいつの間にか消えたの。大学ノートの裏表紙のさなえちゃんが消えたの。もう会えないの。ご一緒に。もう会えないの。はい、二度と会えないの。大学ノートの端っこに福ちゃんを。